3年目を迎えた FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ、2017シーズンの第13戦をツインリンクモテキからお送りします。解説はおなじみの岡田秀樹さん、実況は佐根方一世でお送りします。岡田さん、よろしくお願いします。さあ、前線の鈴鹿から最終決戦の地ツインリンクモテキにやってきました。2017シーズンも残すとこあと2戦、ポイントリーダーは笹原右京で迎えています。予報では雨の予報なんかもありましたが、岡田さん、好天です。そうですね、いい天気になりましたね、はい、ちょっと風が強いような気もしますが、はい、この路面コンディションで今日はどんなドラマが待っているんでしょうか。そしてディフェンディングチャンピオンの宮田理人も、そしてポイントリーダーの笹原右京、この2人のポイント差が13ポイントでの決戦になります。岡田さん、緊張感のあるポイント差で迎えたことになります。そうですね、宮田選手はここをね、これとあと一つ2連勝すればチャンピオンは自分の手で、ね、手に入れられることになりますからね。そうですね、はい、まあ、この間の鈴鹿決戦では第2レースで優勝、これがかなり大きかったのかなと思います。はい、いい流れをね、そうですね、流れできてますからね、はい、そしてポイントリーダーはちょっと苦しいか、4番手からのスタートになってるんです。まあ、この後の決勝、まあ、強さがある、そんな笹原、まあ、ポイント差は13ポイントということになります。まあ、チャンピオンの可能性を残しているのはランキング3位の角田裕毅までなんですが、この角田、笹原とのポイントが47ポイント差があるもので、ちょっと苦しいかなと。ですから、まあ、実質ですね、岡田さん、はい、ポイントシリーズチャンピオンの戦いは2人に絞られているのかなと思います。はい、もうほぼこの2人のどちらかの選手ということになりますね。はい、まあ、その望みがある角田裕毅は今回3番手からのスタート、まあ、予選でもやはりですね、強さを見せました。ミラクルボーイ角田裕毅、ミラクルを見せてくれるのか。そしてこちらがポイントリーダーの笹原右京です。今回は、まあ、群馬県の地元からですね、たくさんの応援団が来ているということです。これ岡田さん、かなり右京選手にとっても力になりますよね。そうですね、ただでもちょっと不安がないかって言ったらダメあるんじゃないかなって言ってますね。はい、まあ、沼田市出身の笹原右京選手、地元の応援団が来ています。さあ、そして、まあ、速さを見せている男といったら5番手からのスタート、ファースターの大井俊樹、まあ、この辺の鈴鹿のレーシングスクール勢がですね、やはり上位に占めてという予選になりました。まあ、予選では過去この3シーズン見ても、おととし、そして去年も予選は雨が降ってるんですよね。はい、で、まあ、今年は、まあ、晴れだったんですけども、雨がちょっと落ちてきたりとか、はい、それほど路面は濡らしませんでしたが、そういった何かちょっとやはりこの最終ラウンドをこう、なんて言うんでしょう、見どころを作ってくれるような演出があるのかなと。そうですね、思われましたけど、まあ、後半戦で、ね、早い選手が、まあ、それなりの位置にいてっていうことだと思いますね。はい、まあ、とにかくシリーズの中でその好調だったり、いろんな、なんて言うんでしょう、流れみたいのがありますよね。はい、その辺をどう掴んでいくか、まあ、その辺がこの茂木に来て週末で、はい、持ってるのがやはりこのカーナンバー1番の宮田理人も、まあ、鈴鹿から結構インターバルも空いていますが、この茂木に来てから本当流れを持って、やっぱり前回ね、やっぱり鈴鹿で勝ってから本来のスピードも取り戻してきて、まあ、ここに来ているので、まあ、一番こうメンタル的にはいい状態じゃないですかね。はい、そして今映像にもありましたが、黄色いマシンです、ミーマックスの澤田真嗣、この悩める眠っていたような澤田真嗣がここで覚醒といいますかね、目を覚ましました。そうですね、予選見てたんですけど、セクター1、2、3とベストベストできて、最後方で失敗してるんですけど、ちょっと失敗もありましたか、あったんですけど、やっぱりそれまでのスピードはすごく良かったので、決勝に関してはガンガン来るかなというふうには思いますけどね。そうですね、はい、まあ、昨シーズン強さを見せていましたこの澤田真嗣、今シーズンはちょっとですね、まあ、悩めるところが多かったんですが、この最終戦できっちりと合わせてきました。まあ、この上位の戦いに何かですね、こうもたらすのはもしかしたらこの男なのかもしれません。はい、さあ、見どころ満載のこの最終ラウンド、茂木、間もなくその決勝が、舞台が幕を開けます。さあ、それでは2017
FIF4 ジャパニーズチャンピオンシップ第13戦ツイニングモテキスターティングリッドをご紹介してまいりましょう。さあディフェンディングチャンピオン、今シーズン5度目のポールポジションからのスタートです。宮田智、その横には目を覚ましたファイター澤田真嗣です。2列目からはミラクルボーイ角田裕樹、その横にポイントリーダーの笹原右京です。3列目ファースター大井俊樹、そして3年目篠原拓郎です。4列目からはここ茂木がホーム河合浩太、その横に今回かなりいいグリッドからです細田希龍です。5列目からは朝日ターボン、そして小川翔太、今回スポット参戦です。6列目からは平木優也です、平木兄弟の兄、そして大滝拓也この位置です。7列目からは河野俊介、ちょっと予選で遅れました、14番手庄司優真です、スポット参戦。8列目からは浦田裕樹です。そしてその横には菅波東吾がいます。9列目平木玲治、平木兄弟の弟、そして岩佐歩がいます。10列目からは高橋智樹、小山美希、高一点、そして11列目からはダニエル・フロスト、スポット参戦になります。その横には金沢力也がいます。12列目からはスキルスピード大井武史、そして加藤純平がその横、13列目からはチアウィングホーン、そして畑隆がその横です。14列目早瀬博道、そしておっちゃん号中尾啓司がいます。小野寺翔、そしてライジングが15列目から、大阪八郎が16列目、融合がその横です。17列目からはゲルハルト、リンセル・ルケルト・ジュニア、以上の33台で争われます決勝レースです。さあスタート進行が進んでいまして、これからですね決勝、まあ、今シーズンも、まあ、あと残すとこ2回ということになりますので、はい、いやこうここまで1年間こう見てきてですね、こっちにもこう緊張感がピリピリと伝わってきます。岡田さんはどう見ますか、はい、このモテギラウンド、やはりまあさっきから言ってるように2人の、ねね、チャンピオン争いっていうところに、まあ、終点が行くと思うんですけども、うん、もうまさに数分後に始まるんですけど、やっぱスタートっていうのが一番肝心なショーの始まりだと思うんですね、はい、でこの始まり方によってレース展開大きく変わってくるかなというふうには見てますけど ね、はい、まあ、ポイントリーダーの笹原がですね、今回チャンピオンを決定する条件がありまして、まずですね笹原が優勝の場合宮田が4位以下、2位の場合は宮田が8位以下、3位の場合は宮田が9位以下ということで、宮田がポールポジションからスタートすることを考えますと笹原ちょっと苦しい感じもします。そしてもしですねこのままの順位のまま今回のレースが終わると、なんとですねこの笹原と宮田ポイントでは同点で並ぶということになります。いやもうとにかくですね一戦一戦が大事なんですが、まあ、残り2戦ということを考えますとこのレースがどれだけ大きいか、そして少しですねその上位の顔ぶれが違うというのも一つスパイスになってくるかもしれません。50号車です。このファイター同士のフロントローというのもかなりですね緊張感を高めます。さあフォーメーションラップ開始1分前になりました。いや岡田さん、はい、まあ、とにかくドライバーもかなりですねこう来シーズンを見据えてという戦いもあるでしょうから、はい、まあ、シリーズポイントだけではなく、まあ、速さといいますかね光るものを見せたいと。そうですね、まあ、心理的に言うとやっぱり笹原選手と宮田選手はやっぱりちょっと守んなきゃいけない部分もあるし、うん、逆に澤田選手とか、まあ、大井選手、それから角田選手、この辺の選手はとにかく勝ちたい、みんなに俺速いんだみたいなのを見せたいわけなんで、もうその辺の心理戦も絡んでくると思うんですね、はい、宮田選手も笹原選手もリタイアはできないですからね、で、はい、守るところを見せるとつけ込まれる可能性もありますから、すごい勢いで飛んでくると思いますよみんな、はい、その辺の駆け引き、はい、いや考えるだけで痺れます。もうドキドキじゃないですかスタートが今、はい、さあ今シグナルがグリーンに変わってフォーメーションアップに入ってきました。まずはポール
ポジションスタートの宮田智子が動き出しました。その横しっかりとフロントタイヤを温める仕草、ファイターの澤田真嗣です。その後ろ今角田が通過していった1コーナーです。岡田さん、はい、それではツインクの敵の攻略といいますかね、コースの紹介をお願いします。はい、まず1コーナーですね、まあ、ここ後でまた見れるんですけど、スタートの、最初のコーナーになるので、最も重要なところですね。1、2コーナーが1つのコーナーのやつですよね、はい、そうですね、複合コーナーになってますけども、ここ結構ですね、はい、選手によって走行ラインが違うなと。違いますね、はい、セットアップによっても、まあ、最適なラインというのがあってですね、それはまあ各選手がちょっと構成も出たりするコーナーでもありますね、はいはい、そしてこちらが3コーナー4コーナーです。はい、で、まあ、ここのサーキット、ほとんどがですね、いわゆるストップアンドゴーと言われているサーキットで、まあ、最高速からそれからハードブレーキングだからコーナリングして加速するっていうコーナーが結構多いので、まあ、通常でいうとブレーキに結構負担のかかるサーキットであるんですね、はい、逆にそれでいうとブレーキングのバランス、はい、それから、まあ、コーナーに入ってそれから、トラクションがどのくらいかかるかっていうところがレースペースに大きくて左右するので、はい、まあ、各セットアップみんな同じじゃないですから、その辺の、タイム差っていうのはそういうセットアップの違いで出てくるっていうのもありますね、はい、で、この先今坂を登ってきて S 字、ね、そして V 字コーナーですね、 S 字から V 字なんですけど、ここはちょっとテクニカルな部分ではあります、うん、はい、まあ、序盤フロントに熱が入っていないとこのコーナーなんかはアンダーステアに苦しめられるかもしれません。そうですね、ヘアピンコーナーですね。今ヘアピンですね。で、ヘアピンをこれ立ち上がって、まあ、割と直線部分に入ってきて、でかなり勾配のきつい下り坂のブレーキングになるんですね、でダウンヒルに入って右コーナー、ここがやっぱりオーバーテイクのポイントにもなりますね。こちらがダウンヒルストレートです。その先は90度のコーナーです、はい、こちらですね、ここは絶対パッシングポイントになりますので、重要なコーナーですね、はい、特にオープニングアップの場所取りなんかもこの辺りは、ね、はい、かなり接近戦になりそうですよね、はい、その先のビクトリーコーナー、セカンドアンダーブリッジを抜けていきます。で、あとここ最終コーナーですけども、ここは結構テクニカルで、ドライビングビリティの差も出るし、まあ、モテギの中では割と難しいコーナーですね、はい、まあ、走行ラインは一つなのかなと思いますが、はい、まあ、ここかなり、速さの差が出るところですね、はい、で、まあ、ここの立ち上がりのスピードによっては1コーナーでのオーバーテイクもあり得るので、はい、そこは見ときたいですね。わかりました、はい、今ストレートに戻ってまいりました。ポールポジションスタート宮田智今その最前列にマシンを収めました。その横に澤田真嗣です。ファイター同士どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。その後ろからは虎視眈々ミラクルボーイ角田裕毅です。ちょっとスタートにこの選手課題がありますかね。そして笹原右京です。強さあります。決勝で順位を上げてくる男、一番重要です ね、はい、ここはね、まずスタートがかなり重要になります。いつものスタートは心理的にはみんな違うと思いますよ。そうですか、はい、見える景色も違う。それが最終戦です。さあ残すとこあと2戦、その最終戦につなげていきたいこのモテギラウンドのレース1です。今後方でマシン収まっていきます。まもなくスタート。決勝レースは12周の決勝レースです。さあグリッドにつきます。どんな戦い、どんな走りを見せてくれるか。モータースポーツの甲子園 2017FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第13戦シーズンクライマックス、シナリオカットスタートが決まりました。宮田いいスタート、好スタートです。澤田真嗣それに合わせていきます。狙っている澤田真嗣、その後ろからは角田裕毅接触、宮田智
その後ろから澤田真嗣もかなりプッシュでいきます。3番手には大湯がいて、あ、笹原右京はこれ8番手あたりまで下がってませんか。後ろから高校が今いっぱい行って並んでいく。笹原何番手だ、6番手あたりでしょうか。トップは宮田、ちょっと後ろ、そうですね。そして3台のバトル S 字に入っていきます。高生、そして篠原拓郎、銀河は笹原、その後ろには今回スポット参戦、あ、突破争いもまだまだ並んでいきます。仕掛けていきます。これで篠原拓郎4番手に上がりました。なんとなんと笹原6番手あたりです。ここは上がってきます。宮田は引き離せません。ヘアピンコーナーロックオン澤田真嗣、その後ろには大井俊樹もいます。3台の戦い、ヘアピンを立ち上がりました。さあオープニングアップ、まだまだ締める展開になりそうです。宮田県政イン側ラインディフェンディング、そしてその外側から澤田真嗣ブレーキングアウトからかぶせていく。ここでトップ入れたか、トップ入れました澤田真嗣。これで交代、3番手4番手まで下がってしまうかもしれません。これで4番手に交代です。篠原拓郎、メディアドゥの篠原拓郎がこれで3番手に上げてきました。山田さん、今のどうでしたか。ちょっと焦りすぎですね。ちょっと飛び込みすぎですね、間違いなく。そうですか、はい。さあ、オープニングラップはまず宮田理友が制していきました。1号車です。その後ろに大井俊樹、3番手には篠原拓郎上がってきました。澤田真嗣その後ろです。川合がいて小川、そして篠原拓郎は7番手ですか。ただ小川の後ろには篠原、あ、失礼、笹原がもうピタリとついています。さあ、行けるか、行けない、笹原行けない。ルーキーの小川を早く料理したい、そんな4コーナーです。笹原右京です。さて、トップ宮田理友逃げに入っているようにも見えますが、あ、ここで行けそうですか。笹原右京、ここでルーキーの小川を攻略、これで6番手に上がりました。ただまだまだ前には砂本がいます。ここ抜きづらい、そんなツインリンクも敵で笹原右京、まあ、小川後ろ食らいついていきます。今シーズンですね、チャンスをものにしてきました。さあ、ちょっと岡田さん、突破争い、はい、ちょっと落ち着いてきてるようですね。宮田選手はいつもそうなんですけど、やっぱりスタートね、このツーラップがちょっとあんまりいつも速くなくて、その後ペースを作っていく選手なので、今はちょっと落ち着いてますよね。そうですね、さあ、ヘアピンコーナー、笹原というのは岡田を振り切ることができません。まだまだこれ、くらいつかれていて苦しい展開です。さあ、ストレートではどうでしょうか。小川が横から並んでいく。36号車小川が並んでいく。笹原守れるか、いや守れない、ポイント以内で変わります。ただちょっと突っ込みすぎました。小川です。その先ビッグトリーでは笹原の方が前で立ち上がります。小川さん、早く笹原にとっては振り切りたい相手なんですね。男性陣はね、あのリトム選手のチームメイトですからね、援護をしていきたい、そんな気持ちもあります。さあ、その後ろ朝日ターボ、河野が仕掛けるか、1コーナーです。いや、この辺りのバトルも熾烈です。河野俊介インを伺って、今2コーナー立ち上がったところ、朝日ターボ、そして河野俊介2台並ぶような格好です。後ろです。3台が塊で4コーナーに入っていきます。この辺りも意地と意地の戦いがあります。さあ、4コーナーを立ち上がって宮田、大湯がいて、篠原拓郎、笹原はやはり振り切れませんね。岡田さん、これどう予想されますか。やっぱちょっと笹原選手と焦ってる感じがしますね。やっぱこう、前行きたい行きたいっていうね、こっちが先行してる感じがしますね、やっぱりね。逆に選手には守るものがありません。その辺に怖さがあります。逃げれないですね。完全に防戦一方です。笹原ポイントに入っていきます。何か笹原は少しこのマシンに乗り切れてないと言いますか、まあ、マシンのセットアップ の違いもあるとは思うんですけどね、ちょっと苦しいように見えます。笹原です。6番手争い、ここで一回冷静になって前に上がってきてほしいですよね。そうですね、はい。
ども、大井もまだこれ前半は静かな展開です。さあブレイキングさん、かなりブレイキング詰めてきますが、これは少し落ち着いてきます。この選手初レース、初レースです。初の4人レース、初のモデルだと聞いています。彼は18歳なんですが、限定ライセンス、全日本の結果でですね、全日本カートの結果でその限定ライセンスを取得して、今免許を取りに行ってるって話ですね。そんな選手ね、まあ、おそらく来年度はこの上位を争うような選手になってくるのかもしれません。さあこの距離感です。宮田逃げています。スタートのリプレイ、まずスタート、まあ、笹原選手はスタート悪くないんです。その先1コーナーで角田選手のインに入ったところで接触がありました。まあ、これによって角田選手が横を向いてしまって、まあ、完全にですね、笹原選手も失速をしてしまいました。さあ前から見たところ、宮田がスタート、そしてイン側に牽制をしていきます。角田もこれにかなり応じていきます。その先後ろです。笹原が角田と接触、割り送ったのは後ろの細田希龍です。今回シングルからのスタートだったんですが、止まってしまいました55号車。さてレースは4周目のヘアピンコーナーを迎えています。それとも単独か、あの距離感ですと単独っぽい気がしますが、うん、ちょっとリプレイ出るといいですね。そうですね、大井俊樹悔しそうですけどね、これは自分への苛立ちなんでしょうか。ファースター速さにこだわる男、ここで先今日からこの先トップ争いからですね、離脱ということになります。これは大滝、あ、その前ですもんね。なんだ、保護者単独っぽいですよね。そうですね、2番手で前の宮田を追ってるところでした。あーっと今度はここでチアリングホンですか、68号車ビクトリーです。スピンをしてしまいました。まあ、沢田と同じカーリング BMAX のもう1台です。チアリングホンスピンがありました。この辺もバトルをしながらといったところで、前で、あ、これはスピンがあったのを避けたということになります。この辺りも接近戦になっていますからね、仕方がありません。さて残り周回は8周です。宮田ともこれで後ろを大きく離しました。後ろにいるのは篠原拓郎です。これ宮田にとってかなり楽な展開になりましたね。相当楽ですね、精神的にもね。はい、現在ポイントリーダーの篠原に失礼、6号車笹原今日は5番手にいるんでしょうね。ですからこれこのままの順位でチェックを受けますと、宮田にとも2点逆転するということになります。後ろを大きく離して2番手争いもこのままいきますとバトルになっていきそうですから、宮田にとってのこれ本当に楽になりそうです。この位置です。笹原今日現在の番手前を捉えたんですが、その距離感ちょっとあります。最終のビクトリーコーナーです。こちら2番手争い、少し後ろにの笹原右京です。2番手篠原拓郎、沢田真嗣、河合浩太がいて、そしてここに右京です。ナンバー6、まあ、もちろんオープニングラップでの笹原選手、まあ、接触が、まあ、痛かったわけですけども、やっぱそこはもう本当に、まあ、レースなんで仕方がないんですけど、いつもそこに角田選手がいるっていうね、はい、イメージがあります。ですから仕方ないですね、最初話したと思うんですけど、やっぱりどうしても勝ちたい角田選手と、はい、あの田
足を守らなきゃいけない、でも前に行きたいっていう、あの笹原選手との前心理的な違いがあるけども、あそこにちょっと悪い形で出たなっていう感じですね。完全に気持ちと気持ちがぶつかってしまったシーンでした。そして今回ですね、チャンス到来、篠原拓郎選手です。メディアドゥ影山、今シーズン3年目のドライバーです。もっともっとシリーズの前半から中盤活躍してもいい選手だったんですが、あまりちょっとっていうところありましたかね。でもやっぱ今回はいいですよね、はい、6番手スタートから現在2番手、安定した速さを見せています。後ろから50号車澤田真嗣のプッシュを受けているんですが、これも落ち着いた走りを見せています。毎回ですね、この篠原選手のテントはですね、かなり美味しいホスピタリティが用意されていまして、たくさんの応援団の方も来てくれています。Thank you.
した角田裕毅です。まあ、そういった意味では岡田さん冷静な走りをしているといったところですかね。そうですね、まあ、ねスタートが全てといえばね、うん、そういうのになっちゃいますけどね、はい、そうですね。なかなかここの10位ぐらいのところに1回打ち込むと、自分の思ったペースで走れないので、なかなかこう、ね、単独でいいタイム出せても前に出れないっていうね、状況になっちゃいますよね。そういったもどかしさがありますよね、はい、62号車このバトルの先頭です。期待されましたが、その今シーズンは鈴鹿レーシングスクール勢と、まあ、トヨタ勢といいますかね、まあ、ディフェンディングチャンピオン、チャンピオンを取った宮田里友が今シーズンも参戦ということで、そのスカラシップ勢をワークスとするならば、その後ろあたりに、まあ、常に位置するような、戦いでした。まあ、今回もその苦しささほど変わらないかもしれませんが、その今シーズンの成長をですね、しっかりと結果に結びつけていきたいところです。残り周回4周です。宮田里友ダウンヒルストレート、そして90度コーナーを抜けて、そしてビクトリーコーナーへと入っていきます。かなり余裕の1号車、そして2番手争いはこの距離感です。篠原拓郎が少し澤田を離しているようにも見えます。先ほどの周回ではコンマ2秒離しましたが、この周回ではどうでしょうか。まあ、ほとんど同じようなラップですね。さて5番手にいます、笹田右京。まあ、先ほども申しましたが、このままの位置ですとそのポイントランキングというのが入れ替わります。まあ、このままの位置ですと宮田里友は216ポイントまでポイントを伸ばしまして、笹原右京は214ポイント、その差が2ポイント差で入れ替わるということになります。さらに言いますと、明日行われます決勝のスターティングリッド、宮田里友はポールから、そして笹原右京は4番手からのスタートということですから、これは岡田さんかなり苦しいですよね。ただまあね、本当にこの、まあ、明日もそうですけど、うん、スタートでもし大きなミスをすると、うん、この2ポイント合ってないようなものなので、確かに全く分からないですね。そうですね、はい、ですから最後まで諦めずに1点でも多くポイントを取るべくですね、6号車笹原右京は、まあ、今回大応援団も来ていますから、結果につなげていきたいところです。まあ、でもここでね、最終戦までここポイントのポイント差で来てしまうっていうのがレースのやっぱりレベルが高いというかですね、混戦である証拠だと思うんですけど、そうですね、シーズン2015年ですね、3ポイント差で坪井が王者に、そして去年のシーズン2はですね、なんと4ポイント差で宮田里友がチャンピオンということで、はい、毎年毎年って感じですね、はい、毎年恒例の楽しみと言ってもいいかもしれませんが、まあ、野球選手は人生がかかってますからね、来年につなぐ戦いです。さあ残り周回がまもなく2周になるというところです。最後までプッシュしています。6号車笹原右京です。さあ残り周回が2周になりました。まあ、前の2番手争いがもう少しバトルをしてくれていれば笹原にもチャンスがありそうですが、この辺が等間隔なのがちょっともどかしいところです。さあ1コーナーに入っていくのは朝日ターボのイン側に角田裕毅、ここでポジションを一つ上げそうです。そうですね、これでポジションを一つ上げました。大滝7号車の後ろですから、9番手に上げた角田、朝日ターボを捉えました。3コーナーに入っていきます。まあ、この選手も今シーズンですね、見せてくれましたよね。まあ、16歳、まあ、最年少での優勝もありました。今シーズンはそのポイント争いをする笹原、そして宮田と同じですね、3勝を挙げています。そんなドライバーです。まあ、去年ですね、スポット参戦をしてきた時もいきなり表彰台に乗ってみせた、そんなミラクルボーイ角田裕毅、まあ、まだまだこれポジション上げてくるかもしれません。そして今回ちょっと苦しそうに見えますのが河野俊介といったところです。さあ残
周回2周目です。カーナンバー1宮田理人も今ヘアピンコーナーに入っていきます。この選手は去年チャンピオンを取って全日本 F3 にステップアップしました。そこでも、やはり速さを見せました。ただその F3 で戦いつつですね、この F4 を戦うところでいろいろそのマシンの乗り方だとかセッティングの仕方、そういったところでかなり、苦悩があったと聞いています。ただこの間宮田理人からとっては敵地鈴鹿サーキットでの優勝というのがかなり彼にとっても自信になったんだと思います。前年度のチャンピオンというのもありますし、またもう絶対に負けないぞという意思は結構強いと思うんですけどね、そのプライドを持って戦った今シーズン、今トップでファイナルラップに入っています。さあこちらはその相方になります、36号車です、小川です。前に出ましたね。あ、そうですか。あ、そうですね。36号車小川、ルーキーです。おそらく彼は来年ですね、このトムスのマシンに乗ってくるんでしょう。さあ1号車逃げています。今ファーストアンダーブリッジをくぐっていきます。後続とのギャップは 5.5 秒差です。大きく差をつけて逃げています。宮田理人も、展開に恵まれたというのもありますね。こんな無敵のラウンドが待ってるとは思ってなかったでしょう。レースが終わってやはり悔しい顔をしていることも多かったように思います。宮田理人も、一時はもう今シーズンレースをやめようとも思った男、宮田理人もです。途中結構ね、ちょっと引き継がれてるぐらいの感じの時ありましたね。そうですね、ですが今日のレースはかなりこの天候と同じように晴れた、そんなレースが行われています。さあ1号車今ダウンヒルストレート、そして90度に入っています。ファイターの宮田理人も単独これだけ後ろを離して最終ビクトリーコーナーを決めました。さあ今シーズン4勝目逆転チャンピオン争い、これでトップへと立ちました。宮田理人も後ろは篠原拓郎が2位を守り切って今季初表彰台です。3位には澤田真嗣、こちらも今季初表彰台になりました。4位には60号車川井が入って、笹原右京は5位でチェッカーですから、これで2ポイント差でポイントリーダーが入れ替わってという茂木のレース1です。予選の結果を見てもかなり僅差の戦いでしたから、こんな
想していなかったと思います。さあ間もなくマシンから降りてきますが、宮田にともまずは一つミッションを完遂してみせました。今季4勝目宮田ともです。笹原は今日と13ポイントの差をこれで逆転、逆に2ポイント差をつけてみせました。この第13戦です。そして第2位には篠原拓郎が入りました。まあ苦労人です。今年3年目の篠原拓郎が2位表彰台、そして3位には2番手スタート澤田真嗣が入っています。さあそれではですね、この第13戦リザルトをご覧いただきましょう。優勝は鈴鹿から2連勝、今季4勝目宮田理友でした。2位には篠原拓郎、そして3位には澤田真嗣です。4位に川合浩太、5位にこの位置に笹原右京でした。そして小川壮太が6位、大滝がその後ろです。角田裕樹は8位までポジションを取り戻しました。朝日太郎が9位、そして河野俊介が10位となっています。11番手以降はご覧のようになっています。さあ岡田さん、はい、第13戦振り返っていかがだったでしょうか。やっぱりちょっと思ったよりはシンプルな展開になったんですけども、まあ、その中でもやっぱりこう、ね、メンタル的な戦いも含めて、随所ではやっぱりいいバトルもあったし面白いレースでしたよね、はいはい。さあ2017 FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第13戦は宮田理友が勝利しました。この後は表彰式までご覧ください。常務執行役員北村菊夫様、そして TWS プリンセスの淵脇玲奈様、新谷東子様、ディレクターチアーズ平崎夏香様、澤すみれ様にお手伝いをいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは入賞の3選手をお呼びしてまいります。どうぞ大きな拍手でお迎えください。 2017FIA F4 選手権第13戦第3位はカーナンバー50 BMAX レーシング F110 澤田真嗣選手です。どうぞ。続いて第2位はカーナンバー16メディアドゥアドビックス影山 F110 篠原拓郎選手。どうぞ。そして見事このレース優勝はカーナンバー1FTRS スカラシップ F4 宮田理人選手。どうぞ。さあでは北村菊夫様より優勝の宮田理人選手へトロフィーの贈呈です。見事優勝おめでとうございます。続いて第2位の篠原拓郎選手へ贈られます。おめでとうございます。そして第3位の澤田真嗣選手へトロフィーが贈られます。おめでとうございます。北村さんありがとうございました。さあでは見事優勝の宮田選手に一言お話を伺っていきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もうプラクティスもそうでしたしトレーニングもそうでしたしそして予選もそして決勝も完璧な走りでした。振り返っていかがですか。そうですね、まあポールスタートから、まあ、ちょっと1周目失敗してしまいましたけど最後までトップ守れたし、まあ、明日に向かってのまあ、一歩が進んだと思うんで、まあ、自分的にはまだまだでも手応えがつかめてない感じなんでとにかくここからさらに詰めていきたいと思います。明日の予選もまだ暫定の結果しかちょっと私見てないんですがポールからのスタートです。狙うは一つだと思います。そうですね、まあ、今日のようにうまくいくかどうかわからないですけどとにかくチャンピオンよりも勝ちにこだわっていきたいと思います。ファンの皆さんにメッセージください。チェッカー受けた後にたくさんの拍手や手振ってください。ありがとうございました。明日も応援よろしくお願いします。どうぞ優勝の宮田選手大きな拍手をお願いいたします。さあではフォトセッションに移らせていただきたいと思いますがまずはですねプレゼンターの皆さんそしてレスピーの皆さん入賞のドライバーの皆さんでフォトセッションになりますので宮田選手の方に皆さん近づいていただいてカップを高く掲げていただいてフォトセッションになります。どうぞプレスの皆様ファンの皆様もご準備お願いいたします。それではお写真お撮りください。お願いいたします。お手が空いてらっしゃる皆さんはぜひ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。レースの皆さんお写真の方よろしいでしょうか。ありがとうございます。では一旦それぞれの位置にも戻りいただきましてドライバーの皆さんは恐れ入ります。今一度フォトセッションがございますので、はい、3人お集まりください。ではドライバーの3名の皆さんでフォトセッションです。どうぞ大きな拍手を、はい、お願いいたします。ありがとうございます。2017オートバックスーパー GT 最終戦予選ツインリンクモテギ解説はレーシングカーデザイナーの浦拓也さんそして元 GT500 クラスチャンピオンで現在 WTCC 参戦中道上亮さんです。どうぞお二方よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。実況私としてでお届けしてまいります。さあ浦さん、はい、いよいよ最終戦の予選です。注目はそうですねやはりですねこの抜きにくいと言われているモテギでしかも最も短いレース、はい、これはもうチャンピオン争いのチームにとっては予選順位をいかに 上にいるかということがとても大事になってきますよね、はい、しかもチャンピオン争いも、ね、タイトですからね得点がねそうですね、はい、さあそして道上さんどこに注目しますか、はい、そうですね開幕戦と同じ全車ノーハンデということで、はい、純粋に速いのはどこになるのかというのが注目かなと思います。はい、500に関しては燃料リストリクターも完全なくなりそして300も全部ウェーターもなくなったというところでね、はい、本当にこのシーズン序盤とどのように勢力がまだ変わっているのかも含めて注目していきたいなというふうに思うんですけどね。
ね、ゆらさん、やっぱこう、はい、シーズン中の進化もあるわけですから。そうですね、はい、だいぶマシンが慣れてきてるんですが、最後に仕上がった状態ですからね、はい、また開幕とはちょっと違った感じになってくるかもしれませんね。はい、さあそしてここでですね、ピットリポーターの高橋二郎さんも呼んでみたいと思います。二郎さん。はい、ただいまですね、天気は良くなったんですが、ちょっと風の強いツイニングモテギです。今ですね、今年の最終戦ポイントリーダーで迎えてますレクサスチームキーパートムスのですね、平川亮選手に来ていただきました。平川選手、ポイントリーダーで迎える最終戦というのはどういう気持ちですか？そうですね、まあ